ハローワールド、メジャー YouTuber、チキビがチキンカツ、パパ系です。Today は、グローブの、型の付け方。オパ工房へ、ようこそ、いらっしゃいませ。はい、では、最初に準備するものです。準備するものは、じゃーん。グローブとボール。あとは自分の体と魂。魂が一番大事だぜ。今日使うグローブはこれね。以前メキシコに持って行ったグローブの中で紹介させてもらったこの玉沢のグローブ。このグローブに型をつけていきます。では早速やっていきます。はい、まず最初ここね、土手のとこ、ここをほぐしていきます。どうしてここをほぐすかというと、ここがね、横閉じのこの上の線見えるかな、ここがぷくってなってくるんよ。それを防ぐためにも、ここをほぐしていきます。こういう感じで、ちょっとやっていきます。で、あんまりやりすぎるとね、柔らかくなりすぎるんで、なりすぎないように、試しながら、ちょっとほぐして、あと親指のとこね、俺なんか結構親指の使い方すごい大事だから、親指しっかり使えてこないとダメなんで、だいたいどこら辺で閉じるか。この人差し指だったり、中指だったり薬指だったり、こうなる人がいいとかいろいろ、それはまあ人それぞれだから、もう俺大体この辺だからこの辺でやったりとかやってます。で、あとはここね、こっち側、こっちはこう指でグッてした時にボコ出ないように、最初こう線をつける感じで指で押さえながらギュッとやります。で、たまにボールを挟んでやったりとか、こっちもね、親指も一緒、こういうような感じでギュッとギュッと、で、もう一回ここをほぐしたりとかね。で、あとはここのグローブのウェブのとこもグニューグニューってちょっと中の紐を柔らかくするような感じでやっていってます。ここも全部前後に伸ばしていくような感じでね、やっていきます。はい、じゃあここからがオパなんです。はい、ここからがオパなんです。ある程度やったら次はこれ、逆パガ。これがミソ。俺どのグローブも絶対必ずやる。逆パガをしないと俺は始まんないね。逆パガです。じゃん。で、逆パガにして反対側もこういう風に伸ばしていきます。この肩甲骨をこう寄せるような感じでグローブも一緒ね。俺が持ってるグローブ全部こうしてるから。で、元に戻します。で、元に戻してまた最初にやった工程ねと同じように、こう出ないように叩きながら線をつけながら、たまにボールで潰しながらでもいいし、みんなハンマーとか持ってたらそれ使ってもいいし、とりあえずここが出ないように俺は気をつけてます。で、あとはこう自分のやりたい形、ゴールが取りやすいような形とか、まあ俺大体これの繰り返しで、さっき、まあ、このぐらいというか今このぐらいちょっと動くようになってるんで、まあ、こんだけ動いてくれば、あとはもう実践で使っていくだけです。俺もすぐ使う、すぐ練習で使っていく、それがオパ流。どうしてかっていうと、ある程度使える状態にして、いざ使ってみたらゴロが取れないとかあるわけよ。取りました、そしたらゴロが出ちゃうとか、ピュッて上がったりとかするから、実際に使いながら、形を作っていってます。はい、まあ、これの繰り返しですよ。もう今結構使える状態だと思うんで、まあ最初のうちはこの辺は出やすいから、ほんとこう意識して力だけで使うんじゃなくて、使う時もボールを取る時もこのボールの衝撃、ポンっていう衝撃でグローブこう締まるように、お、取れた、あ、こんな感じで使っていけば、ここも出ないし、ここも出ないし、いいグローブになるんじゃないかと思います。はい、じゃあ今日はオパ Q流のグローブの片付け動画でした。チキンカツ。
おパパおパパおパパおパキュおパおパおパキュキュキュノノノキュおパパおパパおパパおパキュおパおパおパキュキュキュノノノキュいいさこのくらいでいいさやらなくてもこれからさ何曜日でもぐっと増えるかなシャラララララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララララシャラララオパキューすぐにお腹鳴るシャラララララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララララシャラララオパキューすぐに眠くなるチャンネル登録でオパとアクション。